ワイルドライフは2018年のアメリカ合衆国のドラマ映画。俳優、ポールダノの初監督作品で出演はキャリー・マリガン、ジェイク・ギレン・ホール、エド・オクセン・ボールド、ビル・キャンプなど。舞台は1960年代、3人の家族はモンタナ州に越し、幸せに暮らしていた。ある日、息子は母親が他の男に恋に落ちているところを目撃してしまう。 そこから、純風満帆だった家族の関係が崩壊していく。2016年7月、ポールダノは、初監督作として、リチャード・フォードの小説を、ゾーイ・カザンとの共同脚本で映画化すると発表した。同時にダノとカザンは本作に出演しないことが分かった。ダノは映画化に際して、リチャードの本には、私や他の多くの人のことが書いてあった。私はいつも、 映画を作りたかった。それは家族の映画であることを私は知っていた。と語り、本作が、だのが、機能不全の家族について制作したい映画シリーズの中の最初のものであると語った。本作の制作は、ジューンピクチャーズとナインストーリーズプロダクションズが務めた。2016年9月、キャリー・マリガンとジェイク・ギレンホールが出演することが分かった。 本作のスコアはデビッド・ラングが作曲した。主要な撮影はモンタナとオクラホまで行われた。本作は2018年1月20日のサンダンス映画祭で世界初上映された。その後 IFC フィルムズが本作の全米映画配給系を獲得した。2018年5月9日のカンヌ映画祭でも上映され、2018年9月6日の トロント国際映画祭、2018年9月30日のニューヨーク映画祭、2018年10月13日のウッドストック映画祭、2018年10月18日のニューオーリンズ映画祭でも上映された。本作は2018年10月19日にアメリカで公開された。本作は批評家から絶賛されており、観客からも好意的な評価を受けている。 ロッテントマトズでは203の評価レビューのうち93%が支持評価を下し、平均評価は10点中7.7点となった。サイトの評価の見解は、ワイルドライフは危機に瀕した家族をポールラノの美しい映像とキャリー・マリガンのキャリア史上最高の演技により素晴らしく描けている。メトクリティックでは79のユーザーレビューに基づいて、 平均評価は10点中7.4点、メタスコアは41の評価レビューに基づいて100点中80点となった。ありがとうございます。